首のない影。月の光がまぶしい夜道を歩いていた男が、ふと自分の影を見てみた。すると首から上がなくなっているではないか。これは一体どういうことだ。男は急いで町で評判の占い師に相談をした。その占い師は男に言う。お前さんには思想が出ておる。このままでは数日後に命を落とすことになるだろう。あまりの突然の宣告に男は戸惑った。そりゃ本当ですかい。なんだっておいらが死ぬ羽目になっちまうんだ。なんとかすることはできないのですかい。すると占い師は男にこう告げる。お前さんの一番大切なものを弓で射れば助かるだろう。家に帰った男は自分が一番大切なものは何か考えていた。真っ先に頭へ浮かんだのは女房の笑顔だった。自分はまだ死にたくない。だからといって女房を射れというのか。悩みに悩んだ挙句、男は苦渋の決断で女房を射る決意をする。その日の夜、男は一睡もできずに女房と暮らした日々を思い返し涙した。そして翌日、いつもと変わらず家事をこなす女房を横目に、男は弓の準備を進める。女房よ、許しておくれ。心を鬼にした男は弓の弦を張り矢を放った。キャー！女房いると矢は彼女とその後ろにあった長持ちを射抜いた。女房は絶命したが、不思議なことに長持ちには見知らぬ男が隠れていて、その男も息絶えていた。その後、その見知らぬ男は女房の真男であったことが分かった。男が弓を射らなければその日の夜に女房と真男が男を殺す計画を立てていたのだった。こうして男は占い師の助言通り事なきを得た。